今回ね、もりもりになるお料理がこちら、バーン、はい、巻き巻き豚肉と目玉焼き丼ですよ。どれもね、美味しそうでしょ。もりもり食べられますし、しかもね、今まだ寒いですからね、お味噌汁と合わせればもう最強のご飯が出来上がりますよ。それではね、材料をね、ご紹介しましょう。今回2人前の材料こちらですね。はい、ご飯です。そして豚ロースの薄切り肉ご用意ください。そしてニラ、卵、酒、醤油、片栗粉、砂糖、そして塩コショウに、お水にサラダ油で、貝割れ大根もね、お好みでどうぞ。それではね、早速作っていきましょう。今回下準備があります。まずこちらです。はい、ニラですね。ニラはね、硬い根元切り落として半分に切っておきましょう。さあさあ、巻き巻きしていきたいと思いますよ。はい、1人前がね、豚ロースが6枚使います。ほー、使うね。よいしょ。はい、バーン、使うよ。で、ちょっとね、こう並べてね、少しだけ重なるようにしておいてください。で、ニラはですね、はい、根元と葉っぱのね、柔らかい部分と一緒にこれをね、巻きます。へー、お肉はもう重ねたままでいいんだ。巻き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 、そう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 、ロール状にしますよ。巻き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 巻野さん、はい、できました。はい、そしてね、これね、はい、片栗粉まぶしていきましょう。はい、これね、ふるいとかでね、かけるといいですよ。だいたい1本で大さじ1分の、はい、片栗粉をまぶしていきましょう。これまぶすとね、タレとの絡みも良くなりますし、焼くとね、あの、剥がれにくくもなりますからね。こんなもんでしょう。はい、そしてね、一口大に切っていきましょう。あ、ここで切っちゃうんだ。はい、ここでもう切っちゃいますよ。ザク。このね、色のコントラストがいいですよね。色味がいいですね。お肉の赤とね、ニラの緑が綺麗。うん、そう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 、こういうのもやっぱ大事にしていきたいよね。さあ、そしてはい、フライパンにね、サラダ油を引いて焼いていきましょう。これも1本分並んでいるんですが、できればね、この巻き終わりがね、下になるようにするといいですよ。くっつきやすいですよ。で、この時くっつきやすいんですが、あのね、あんまりね、最初の方触らないでおきましょう。はい、これなんで最初に切った？さあ、そしてここで焼き色つけていきましょう。火が通りやすいんじゃないですか？ね、丸ごと1本で、そう、あの、焼いてもいいんですけども、なんかほら、この辺ビチョビチョになって熱々って指先で、あ、そういうことか。私好きじゃないから、私の好みです。はい、あの、なんで作る方のお好みで焼いてもらっていいですよ。はい、そんな深い理由がなかったです。すいません。さあさあ、これね、焼き色がついたものご用意してありますよ。まさかそこ突っ込まれると思ってなかったな、びっくりんこ。はい、こちらね、ご覧ください。おー、ね、こんなぐらいいい焼き色がついてますね。うん、この状態でまだ、もしね、お肉に赤みあっても大丈夫ですよ。タレで煮詰めていきましょう。うん、はい、まずお酒、じゃあちょっと火力あげようかな。で、お水、じゃあ、はい、そして砂糖、じゃあ、そしてね、はい、塩コショウで、ね、少々していきましょう。もう美味しそう。はい、そしてお醤油も入れますよ。で、ここからね、少し照りが出るまで煮詰めていきましょう。さあさあ、ここでですね、よいしょ、巻き巻き豚肉と目玉焼きの、目玉焼き丼のアスリート的ポイントです。うん、はい、今回も教えていただくのはですね、杖原金沢の杉浦恭平選手の奥様で、アスリートフードマイスター1級の、はい、杉浦杏奈先生です。サッカーなど持久力にが、ね、必要なスポーツはですね、試合に向けてエネルギー源となるご飯などの糖質を多く取り、体に溜め込むことが大切なんですよね。こちらご覧ください。はい、今回のお料理はですね、豚肉にね、豊富に含まれているビタミン B1 や、そして糖質をね、エネルギーに変換してくれます。さらにね、ニラやネギ類などには多く含まれるアリシンを、ビタミン B1 の吸収を上げる働きがしてくれますよ。ということでですね、この巻き巻き豚肉と目玉焼き丼はですね、試合前のパワーチャージにもってこいの一品なんですよね。で、杖原金沢の杉浦恭平選手も、試合の、ね、前日の夕飯にはですね、はい、豚肉とネギ類を、ね、組み合わせてよく食べたりそうなんですよ。あ、そうなんですね。だから、あの、素晴らしいパフォーマンスができるわけですよね。そしてね、なんといってもやっぱりね、お料理はね、こうバランスが大事ですよね。これね、まずこちら見てほしいんですが、これランチョンマットやと思ってほしいんですが、はい、ご飯、そしてメインのお料理、
そして汁物、サラダ、そして果物で乳製品、このね6品がランチョンマットの上に並ぶようにすれば自然とねバランスのいい食事になるんですって。ぜひともねこれ皆さん意識してみてくださいね。さあお料理ちょっと見てみましょう。あ、いい感じにグツグツとしておりますね。でこのままねさあ煮詰めていきましょう、うん、この間にですね何をするかと言いますとね、やっぱり目玉焼きを作りたいと思いますよ。よいしょよいしょ、ちょっとね少々お待ちくださいね。よいしょ、いい、はい、どうもすいません、パフォーマンスが上がっておりますわ。はい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 、さあ目玉焼き作りましょう。ここでのポイントはですね、やっぱりね周りがカリッとしてる目玉焼きがいいなと思うので、多めの油をフライパンに引いておいてくださいね。ちょっといつもより多いと思いますよ、うんうん、で焼き加減はですねお好みでいいですよ、うん、はい、じゅーんと置きまして、で今回はですね半熟にしたいと思います、はい、困っとる間がね寂しいんですよね。もうそれはそれで何もすることはないんだ、ね、お家で目玉焼き的にはね。そうなんです、何も目玉焼きにすることないですね。まあその間にですね、まあまあ段取りよく行くにはしたらこのご飯ですね、ご飯にねもうこちら、はいはい、豚肉乗せてってもいいと思います、うん、乗せてっていきましょう。よいしょ、今日はすることがいっぱいだ。はい、さあご飯にね、はい、乗せていきますよ。よいしょ、もう結構ねタレこのぐらいのシャバシャバになると思うんでこのぐらいでいいと思います。ニラの風味がとってもいいですからね、おいしそう。タレがご飯に染みてこれがたまらないんだね。今回2人前、これがたまんないんですよね。そして目玉焼きもね乗せたいところですね。目玉焼きさんどう？どう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 ？あ、なんか叫んでる叫んでる叫んでる。もうちょいもうちょいもうちょい乗せたいけど、もうディレクターが早く乗せてって言ってるからもう乗せますね。ほぼほぼレアですわ。ほぼほぼレアですわ、うん、ね、うんうん、ちょっと裏もう乗せてくれって、もう乗せてくれって言ってる。聞こえる聞こえる、森重ちゃんが言うならもう乗せてくれって言ったら乗せるわ。聞こえる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 、ほな乗せるわ、ほな乗せるわ、はい、そしてあとはカイワレ乗せれば、いい、はい、完成ですよ。こちらで出来上がりです。そしてここでね汁物をね添えていただきたいんですけども、うん、汁物はですねじゃがいもと玉ねぎと豆腐の味噌汁がおすすめなんです。なんでかって言いますと、こちらもね糖質とビタミン B1 そしてアリシン、さらにタンパク質をねバランスよく摂ることができるんでね、ぜひともねこのお味噌汁を添えていただければいいと思います。それでは早速いただきたいと思うんですが、今回はねバレンタインデーということでイケメンの酒井店長に食べていただきたいと思います。こんにちは。こんにちは。それではバレンタインで私から召し上がれ。いただきます。すっごい美味しそうですね。でしょ、卵がほぼほぼプルプルでございますから、はい、はい、崩していくのね。いただきましょう。それでは召し上がれ。カラメル美味しい。そうなんです、これはもう間違い、ディップしていただいて食べていただきましょう。いただきます。なるほど、あ、美味しそう。なんか驚きの顔を見せましたね。おって言いましたね。めちゃくちゃ美味しいです、ね、めちゃくちゃ美味しい。本当めちゃくちゃ美味しい。しかも栄養価もあると最高ですよ。そうなんです、もうこれを食べればねパフォーマンスが上がりましたから、ぜひとも皆さんね作って食べてみてください、うん、さあ今回もですねここマークスポーツコミュニティから石川県産の美味しいご飯お米を使ったお料理ご紹介しましたよ。次回もこちらからお伝えしますよ。お楽しみに。いっぱい食べて。いただきます。見とるから、ずっと見とるから。見とるから難しいやろ。見てる。はい、 GM どうですか、はい、試合前に選手のみんなにおすすめメニューってこう、うん、配っても。いや、そうですね、でもなかなかやっぱりそういうしっかりとこう資格持った人が監修してくれる料理っていうのは、うんうん、やっぱり食事によって全然パフォーマンス変わってくるので、はいはい、すごい大事だと思いますね、はい、そうですよね、はい、テレビの前の皆さんもね、なんか春休みになんか子どもの大会があるとかね、うんうん、いう時にぜひ作ってみてください、うん。